はい、今回はね、ちょっとこう刺激的な動画が今再生されてると思いますけども、これはね、東京都内のある、まあ、いわゆるデリヘル店ですか、こちらの広告になってるんですけども、はっきり言ってね、まあ、ガンガン営業してます。で、これはね、別に営業してるところどうこうっていうわけじゃないんですけども、結局生きていくしかないっていうところに考えを及ぼしたときに、今ね、自粛をしてるのはいわゆるね、お昼の商売なんですよ。で、そこにも保証がないのは当然なんですけども、いわゆるこういう性風俗業界とかね、それから闇カジノですか、こういったところの情報に限定してもし話すとすると、まあ、闇カジノなんてむちゃくちゃ今ね流行ってるんですよ、実はね、ということらしいです。私は地方にいるんで実際は行ってないんで確かめようがないんですけども、そういうふうな情報をいただいてますね。で、闇のポーカーとか闇のスロットとか闇のパチンコ屋とかね、闇のバカラとかっていうのがむちゃくちゃ人が増えて、もう入場制限別の意味でしないともう入りきれないそうなんですよ。で、当然そこの胴元っていうのは儲かってるわけですよね。まあ詳しくはちょっと私もわかりませんけども、とにかく普段別のレジャーがない分、もう普段来ないような人までどん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 ね連れてきてもらったりとかしてるということらしいです。すごいですよね。で、こういうふうなデリヘル店とかも今下の方に新人情報ってあるじゃないですか。新しい方どんどん入ってるんですよ、こういう時でも。儲かるからっていうのもあるし、別にね、岡村さんの発言じゃなくて食うに困ってここに来てるっていう方ばかりじゃないと思うんですけども、まあどういうんかな、詳しい事情は個人個人知らないですけども、まあいわゆるもう儲かってると言いますかね、すごくオーダーは入ってるみたいですけどもね。で、あとちょっと価格がね落ちてきてるんですよ。どちらかというとお客さんの方が、こういう店はね、お客さんの方がちょっと警戒して利用を控えたりとかね、外出してないもんですから。で、主には出張がないんで、出張にかまけて使うことができないんで、基本的には地元の方に対してねアプローチするしかないんですよね。まあ、そうなってくるとちょっと価格を下げようかみたいなことになってきて、今ね、キャストさんも女性の方ですよね、お客さんも新しい方が多いらしいんですよ。で、料金も2割から3割カットしてお試しみたいな形で使ってもらってるみたいなんで、かえって流行ってるみたいなんですよ。で、これはデリヘルなんで箱型ヘルスじゃないんで、まあ自宅ですとかね、まあそういったところに個室とかに待ち合わせしてみたいな感じなんですけど、今はだいたい自宅とかなんじゃないですかね。一人暮らしの方のところに行ったりとかするんじゃないですかね。まあそこは分からないですけども、まあとにかく今ね、自粛をかなりしてらっしゃいますけども、で、自粛しなかったパチンコ店とか叩かれてますけども、実はこういったところは全然逆に儲かっちゃってるっていうところもあったりとかね、なかなか語られないですけども、ですから感染経路不明とかいうのが東京都からね、今日の感染者数感染経路不明ってあるじゃないですか。感染経路不明なのはもしかしたらこういうところにあるのかもしれないですし、もっとね、感染経路不明ってのは個人的に言ってないだけかも、気づいてないだけかもしれないですし、まあ JR とかもね、感染経路不明の中に入るのかもしれませんし、そこは全然わからないですけども、まあ、今日の動画のね、まとめとしては、ちょっとこの動画を出したのはね、なぜかっていうと、こういうところは全然営業してますっていうところと、それからね、店名は言えないですけどもね、そこを別にどうこうしろってわけじゃないんで、まあ、あと闇カジノですか、こういうところもしっかりと営業してるみたいです。まあ閉めるとこは閉めてるみたいですけども、基本的に入れ食い状態っていうか、やれば儲かるみたいな感じでね、で、普段から別にそういった闇のところは商売の登録、個人事業主で登録してるわけでも何でもないんで、まあ何て言いますかね、本当闇だなと、こういう時にね、だからなんだろうねって感じですよ。なんか言いたいことは別にないですけども、まあそんな現象があるってことです。まあそれにしてもなんかこう見ると本当になんかあれですね、アイドルタレントさんみたいなことばっかりがいるんですね。いやー、なんかそのいわゆるテレビで見るアイドルさんとかよりもいいかもしんないっていうね、まあ私はこういうところちょっと利用しないんですけども、これまあね、都心の方ですからね、東京とかだと思いますんですごいですね、なんか最近はね、いや、たくましく生きてるなと思います。まあ以上です。